害馬術の、武田玲子です。簡単に言うとバーを落とさず早く帰ってくることですね。馬がバーを落としてしまったら、減点4、障害を飛ぶの拒否をしてしまっても減点4。コースが決められてて番号が付けられてるんですけど、1、2、3、4って違うコースを飛んでしまったら失権で退場となってしまいます。馬とのコミュニケーションの中で障害を飛んでいってて、ここから飛んだら馬も飛びやすいっていう地点があるんですけど、いい踏切地点に馬を持ってこれるように細かな手さばきなり足さばきなり馬と会話しながらコントロールしてるんですね。今ドイツを拠点にしてるんですけれども、子供もバウンスに乗せていろんな競技会に行かせていただいてます。基本的に息子に起こされ、お弁当を用意して保育園から厩舎行って、厩舎では練習をして、一つの目標を立てて日々やってってるので、そういう姿を見て育ててくれたらなっていうことはあるんですけれども、子育てっていうのは本当子供から教わることっていうのはすごくたくさんあって、もちろん教えないといけないこともあるんですけども、そういうのってすごく馬術でも似てるかなっていうところはありますかね。私にとって馬とは教えれることもあるし教えられることもある子供のような存在です。